のサンドイブたっぷり、ハム卵を買ってみた。手軽にタンパク質取りたくて、ブたっぷりの文字が目に留まったことが大きい。本体価格298円の税込み322円。食べた感想、サンドイッチは3段構成、卵麺のが左右に2個。 ハム面が中央に1個あり白っぽいソースに玉ねぎっぽいものが少し混じっている味変要素ハムはパン全体に適度に広がっているので前回のよりも良い卵の容量感は適度で味付けはこの量なら飽きないブリューよりも食パンの容量が少し多い気がしたのがネックに思えた ハムチーズ卵サンドの方が食パン枚数少ないのかと思ったがどっちも6枚でした。なんというかローソンのサンドイッチはいまいちグリューも糖質量も決め手にかけている感じタンパク質 15.1g と前回食べたものより少しだけ効率がいいただし糖質も 28.0g と多いのが痛い。